Hey guys! 8月28日のデベロパーズダイアリーファイナルでアップデの発表がありましたね。目玉はなんといっても黒竜ミラボレアス。15周年前のメディアインタビューかなんかで公式さんから匂わせ発言があり、期待はしていました。とはいえ、手間を考えると見送りの可能性もあるかな。そんな風に思っていた矢先の発表に感動しました、わら。過去作ではシリーズによって強さがまちまちでしたが、ミラボレアスといえば、とにかく一撃が強いイメージです。10月1日の実装で討伐するためにはどうしたらいいか。私は必死に考え続けました。そして、一つの結論に至ったのです。心と体を鍛えるしかないと。新たな進化を遂げるため、この一週間、モンスターハンターから離れ、ひたすらに修行を繰り返しました。そのゲームとは、そう。モンスターハンター、ボールガイズ。略して、MHG、モンハンガイズ。そう、有名な実況者でもない、一般人の私が。別のゲームの投稿はチャンネル的によくありません。しかし、それならモンハンにしてしまえばいい、と、主の頭は壊れました。これはモンハンです。それでは、この一週間の筋トレの日々をご覧ください。
ほほほー。うん？Woo!